皆様おはようございます。レクサスインターナショナルプレジデントの伊勢でございます。本日は東京モーターショー、そしてレクサスブースにようこそお越しいただきました。我々レクサスは一昨年のここ東京モーターショーにおきまして、ニューチャプターレクサスを宣言し、デザイン、走り、環境安全技術を三本柱として GS、LS、IS といった機関車種を中心に一気呵成に変革を進めてまいりました。新たに採用したスピンドルグリル、格段に進歩したエモーショナルな走り、そしてハイブリッドのさらなる充実、それらについて大変良い評価をいただけた結果、今年はグローバルに年間52万台という過去最高の数字を見通すなど、サステナブルな成長につながる土台作りができたという手応えを感じています。もちろんレクサスのチャレンジは始まったばかりです。レクサスは今まさにさらなる一歩を踏み出す時です。アメージングインモーション、このグローバルスローガンに込められた使命を果たすべく、このニューチャプターにおける変革をさらに加速させていくことを宣言いたします。その思いを込めて作り上げてきた1台、新たなラインナップであり、これまでにない革新的なデザインを持ち、さらにハイブリッドに加え、レクサス初のターボエンジンを搭載した次世代のコンパクト SUV コンセプトとして、レクサスが自信を持って提案するスタイリッシュな1台 LFNX。ご覧いただきました通り、新たなセグメントにおいてもニューチャプターレクサスを感じていただけるよう常にチャレンジを続けていきたいと思います。一方でレクサスが目指すエモーショナルなイメージを牽引する圧倒的な存在感を持つ車がどうしても必要と考えてきました。2012年1月のデトロイトでレクサスブランドの象徴となる LFLC をご提案させていただき、アイズオンデザインアワードを受賞させていただくなど、大変ご好評をいただきました。また同年秋にはパリで LFCC をご紹介させていただき、こちらも各方面から高い評価をいただきました。そして本日、これらのコンセプトを実現した第1弾モデルをここ東京モーターショーの場で皆様に
発表させていただきます。最先端のハイブリッド技術や安全装備、最高峰のドライビングパフォーマンスをスペックで説明するだけでは意味がありません。レクサスの目指すエモーショナルなイメージ、感能を極めたハイブリッド、語るのではなく見て乗って触って感じていただける一台、ニュークーペレクサス RC。 皆様いかがですか。この RC でレクサスはさらに大きな一歩を踏み出します。日本初の真のグローバルプレミアムブランドとして、これからも皆様の期待を超える感動を提供し続けたい、そう考えております。さてここで、そんなレクサスの変革に欠かせない人物をご紹介させていただきます。レクサスのチーフブランディングオフィサーとして、さらにマスタードライバーとしてレクサスの味作りに責任を担う豊田章男です。レクサスは本日ご紹介させていただきましたクーペ SUV が示すようラインナップの拡充を図るとともに、個人にも社会にも称賛していただける新しいラグジュアリーを牽引するブランドを目指し、レクサスとしてのもっといい車作りにチャレンジし続けてまいります。ぜひご期待ください。ありがとうございました。